どうも、今日はですね、ここ西宮北口にやってきております。なぜここに来たかと言いますと、新企画始まりました。イエーイ。タイトルはです。ゲストの人をお呼びして、サキヤンとここ行きたいと、ここに、思い入れがあるんだよとか、こんなことがあったんだよ昔とか、ここはねってこういろんなお話が聞けたらいいなという感じで、これから始めたいと思うんですけども、いきなりね1回目ゲストを呼びすると、まあ私たちのことなんててんやわんや、えらいこっちゃなるだろうと思いまして、テスト、今回は1回目じゃなくて0回テストの回としてゲストなしです。私がゲストです。はい、ということで今回はゲスト宮川咲でお送りしたいと思います。私の行きたい場所、西宮北口。駅の地図、周辺案内の地図で、今これがね阪急の西宮北口の駅なんです。で今ここに来てるので、昔ちっちゃい頃にね来てたんですよ。親戚のおばちゃんがいててね、西宮のおばちゃん、うちのおかんのお姉ちゃんなんですけどね、よー預けられてたんです。でそこに通ってた西宮北口に今回行くんですけど、その当時私もうほんと小学校の頃なんでね、小学校の頃はもうこの辺は全然違うんですよ。でいつもね迎えに来てくれてたのが球場前の改札なんで、そこにちょっと行ってみたいなと。南広場ちゃうかな、南広場って言えへんねんな、その当時は。おばちゃんとねいつも待ち合わせてたのが球場側の改札なって、その記憶しかなくて、球場側もう本当にね、こんなにすごく綺麗じゃなかったんですよ。綺麗じゃなかったっていうか、昔の駅は1階でちょっとね、なんていうの、木造まで言うとちょっと行き過ぎかもしれへんけど、本当に駅員さんが切符を回収するような改札で、その改札の向こう側に球場が見えてたんです。だからそれがそのさっきの改札でいう、南広場やっけ、南広場の方のあたりに行ったらちょっとは面影があるんじゃないかなって。うわ、めっちゃ違う。こんなんやったかな。いや全然変わりすぎて違う。こんなんやった。いや聞いてもわからんなでもこっち後ろが球場だよね、だから立ってるはず。ちょっと駅近くまで。うわ何これ、もうこんなんなかったで。全然なかった、ロータリーあったんかな、ここの昔。もうね小学校もね低学年ぐらいなんですよ。週末になったら阪急電車乗って
私の目は北口まで行くんです。いつもおばちゃんがね、改札前で待ってくれてたんですよ、自転車。あれ改札、これはあ、でもあ、これは違うのか、多分どこら辺かな。でもねここに改札がなかった気がしました。記憶が今だんだんと思い出していきまして、球場がどうやらあっちなんですよ。改札出て目の前に向こうの方に改札があったのを思い出すと、あっちの先のオープニングのところじゃないか。じゃあ、あの今津線渡ったのかっていうので記憶を辿ってると、渡って左に行った記憶があるということは、やっぱさっきのとこや。ここやとばっかり思ってたけど、ここじゃないです。さっきのオープニングが一番近かったです。あー、やっぱこっちやわ。うん、こっちの映像はちょっとね、全く覚えがない。いやでもね、あの今改札、じゃあ踏切を渡ってこっち来たんです。その感じは見てた。自転車でおばちゃんを押しながらずっと駅までね、いつも送ってくれてたんですけど、この道やったわ。もっと古くて、もっとなんていうの、駅らしい駅で、ここですね。いや、もうなんか記憶って面白いね。もっとね、改札抜けた時に広かったし大きかったのに、多分ね、うちがちっちゃかったんやね。大きかったんじゃなくて、だからうちがめっちゃちっちゃかったから、すっごくその目の前のこの広場が開けて見えたし、すごく遠く見えたんやけど、大人になってここ来てみたら、これぐらいの広さやってなって、今あっちがね広かってんけど、あれぐらいのロータリーがね、子供の頃の見え方があれぐらいやったんですよ。でも実はこれぐらいやったんね、広さ的に。なんかちっちゃい時の記憶って、こう大人になって大人のこの高さの目線で見ると全部がちっちゃくなってて、あー、ここにおばちゃん迎えに来てたんやなーって。でこっから球場、西宮球場がその時あって、で西宮球場の近くに日か何かスーパーがあって、そこで買い物して、で銭湯を寄っておばちゃんの家に帰ってたんですよ。それがすっごい覚えてて、でその時に駄菓子屋があって、いつもねだってたのがお風呂上がりなんでね、メロンシャーベットかおっぱいアイスを買ってもらったんですよ。おっぱいアイスって何やねんと思うでしょ。あったんです、おっぱいアイス。あったの、あの先っちょをねハサミでちょん切るとね、チュルってバニラアイスが出てる、それかメロンシャーベットを買ってもらって、いつもお風呂上がりにホコホコして美味しいなって言って食べてたので、そこ、まあ、駄菓子屋ないかな、駄菓子屋はなくてもちょっとその道を行けたらなって、行ってみましょう。